昨日ですね、朝起きたらなんか髪がハゲててだね、ここだけなんか焼け野原みたいになってるんですよね。わかります？焼け野原、火事起きてるんですよね。食いちぎられてるみたいな。調べるとブリーチを美容室で2回したぐらいじゃ、あの髪はちぎれないし、一部分だけ食いちぎられてるような焦げてるような感じで硬いんですよね。なんで考えた結果、この家に住んでるネズミちゃんが食べた質が濃厚なんじゃないかなとは思ってますけど、僕ゴキブリとか、ネズミは触ったことないですけど、ゴキブリとか手でいけるタイプ、実家とかばあちゃん家で出た時はよく僕が、はい、処理してましたね。妹とかお母さんとかは虫とかゴキブリとかが出ると、まあ、僕に頼ってくるんですけど、僕がちょっと汚いと思いながらこう運んで外に出したりすると、お兄ちゃんに触られてるゴキブリの方がかわいそうとか、まあ、よく言われたんで、僕の髪食べて栄養がついたなら幸せなら OK です。はい。